アナのスコープライブのお時間です。もう皆さんバッチリやってましたね。はい、あの視聴者の皆さんにはバッチリやって見えてたと思います。本当今日はありがとうございます。はい、まあ、いつもながらでございますがファシリテーター務めさせていただきます天野です。よろしくお願いいたします。はい、そして、今日はね、一緒にあの FA プロダクツの森松と、であとあのゲストスピーカー、なんと今日は贅沢にお二人もお呼びしちゃいました。はい、ゲストスピーカー、図研の大沢様とホーランティスティックのナトリアさんです。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと今検証を略にしてしまいましたけれども、はい、じゃ あ, あのまた後ほど自己紹介をまた詳しくしていただくと思います。はい、じゃ あいつものね、天の声のろちゃん。はい、天の声のろです。本日もコロナ対策をしっかり行った上で放送してまいります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではお知らせに参ります。資料は概要欄またはコメント欄にてダウンロードが可能ですので、アンケートにご協力いただきご活用いただければ幸いです。それでは天野さんの自己紹介に参りますかね。はい、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、今日初めて見たよという方もいらっしゃると思いますので、改めまして自己紹介をさせていただきます。私、天野真也と申します。我々はですね、スマートファクトリーの本当に構想グランドデザインから、デジタルシミュレーション、そして実際のリアルの設備の開発、そして保守メンテナンスまで一気通貫でスマートファクトリーを提案するチームクロス FA というですね、コンソーシアムを運営しております。で、その参画企業幹事会数社の、まあ、代表も兼任させていただいております。まあ、こちらの、ね、資料の通りでございます。本日またファシリテーター務めますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本題に参ります。画面上の方にですね、記載ございますが、本日は製造業 DX×3D アナログものづくりをデジタルで革新すると題し、はい、第22回放送では 3D& ファクトリーデジタルツインで製造業の DX を実現するをテーマにディスカッションしてまいります。それでは森松さん、大沢さん、鳥谷さん、自己紹介からお願いいたします。はい、お願いします。はい、FA プロダクツの森松です。私はですね、製造業向けのですね、IoT の技術を使ってデータ収集のパッケージ化をしたりとか、まあ、ロボットのプロジェクトとかっていうものをいろいろと進めていて、今回はですね、まあ、デジタルツインの領域で DX ソリューションというのも数々やらさせていただいてはいますので、まあ、その辺のこう現場のアイデアといいますか、知見を含めて、まあ、3D データをどう使うのかみたいなところでいろいろとディスカッションできればなと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。図研の大沢でございます。図研というとですね、電気設計の CAD 事業が非常に有名なんですけども、私やっている事業はテーブルとかハーネス設計支援事業をやっております。2018年にですね、鳥谷さんのところの XV と技術を使いまして、ファクトリーデジタルツインというソリューションを立ち上げてですね、現在伝送設計のノウハウを工場の生産技術部門ですとか、プラントエンジニアリング企業への、まあ、展開に注力しているところでございます。とかく当社はリアルの世界が知らないわけでございまして、 FA プロダクツさんとちょっとお近づきになりましてですね、デジタルとリアルを融合させていこうというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラティスの鳥谷博です。私ですね、3次元分野の研究開発をずっと続けておりまして、1997年にラティスという会社を作りまして、製造業で使われる3次元データ、これを徹底的に軽量化してですね、でそれを XBEL という我々のフォーマットに変換をすることで、製造業での DX ですね、 3D を使ったものづくりというものをどんどん開拓をしてまいりました。先ほどお話があった大沢さんのところにも XBEL の技術を提供しておりましてですね、まあ、一緒に工場分野の 3D 改革をやっていこうということで、取り組んでおります。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもう早速でございますけれども、はい、今日のまあテーマに入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ私の方からご説明しますけれども、はい、もう皆さんはよくご存知の通り、もうコロナの時代どんどん長引きそうだと
ということで、まあ、今日も緊急事態宣言伸びるんですかね、はい、製造業どう変わっていくのかというのは悩ましいところだと思うんですけれども、まあ、命か経済かというよりも命も経済かという時代になってきました、はい、で特に製造業の方を見ますとですね、まあ、かつてこう日本のメイドインジャパンというのは世界に冠たるものがあったわけですけれども、はい、まあ、現地現物で成功しすぎたんじゃないかなという思いが若干ありましてですね、うんうん、はい、もう現地現物返上のままでいいんだろうかと、はい、そうするとこうそれを変えていくことによってはですね、アナログ的なものづくりからデジタルなものづくりに変わっていく必要があるだろうと、はい、それをどう変えていったらいいんだろうかと、うん、あともう一つ日本の強みはやっぱりこうすり合わせ、特にこう粘着のすり合わせ、はい、うん、フェイスとフェイスのすり合わせだったと思うんですけど、はい、まあ、コロナでなかなかそれもままならないと、はい、天野さんとの間にもこういう壁があると。そうですね、状況でですね、もう本当にもう熱くて透明な壁がありますよね、はい、まあ、これをちょっとデジタルでどこをやられるんだろうかということにこう取り組んでいこうかなと思って、はい、で今日我々からお伝えしたいのは 3D デジタルツインという考え方なんですけれども、はい、まあ、現地現物をデジタルで置き換えることができるんじゃないかというところをですね、はい、デジタルツインをどう作るのかという1番目のポイント、うんうん、そしてそれを使ってすり合わせるんだと、はい、でそれを使ってこう現場の力を引き出すんだと、この3つのポイントからご紹介していければと思っております。はい、よろしくお願いいたします。まあ、というかこのコロナの、時代をですね、はい、まあ、大きな機会と捉えましてですね、うんうん、製造業の DX を、はい、まあ、まあそのチームとともにですね推進できればと思ってますんで。おっしゃるとですね、もう中期トレンドで見たらあの時がターニングポイントだったって言えるように、もうぜひしたいですよね。そうですね、はい、それでこれはちょっと大胆にまとめてみたんですけれども、はい、あのドイツと日本の製造業、まあ、特に開発市場、我々設計の方から、うん、あの始まりましたので、はい、設計どう違うんだろうかというところをまとめてみたものなんですが、はい、まあ、ドイツ型っていうのはこう設計で非常にこう完成度の高い 3D モデルを作ってですね、うんうん、それで後工程はもう全部これに従って自動化しろと、うん、まあ、それがまあインダストリー 4.0 の根本の目指す姿なんじゃないかというふうに感じています。はい、一方日本型っていうのはこう設計は作るんですけれども、図面と部品表で、はい、紙で現場に渡ってですね、うんうんうん、で現場で試作機を作って、はい、こうじゃないだろう、ああじゃないだろうというすり合わせをやってですね、はい、やってるというのはまだ実態ではないかと。なるほど。だから一言でまとめると、もう設計で完成度を高めるドイツ型が、うん、現場で完成度を高める日本型がというふうになってるんじゃないかなという印象を持ってます。うん、はい、まさにおっしゃる通りなんでしょうね。まあ、そこでですね、今日は 3D デジタルツインという言葉をご紹介しましたけれども、はい、まあ、製品を置き換える双子の 3D モデル、はい、でそれを我々が取り組んできたものなんですけれども、まあ、現地現物、まあ、どんどんデータが大きくなってますから、その大容量の 3D モデルを置き換えるデジタルモデル、はい、そして、アナログものづくりを支える図面ですね、はい、この図面に入っている情報を全部 3D モデルに集約して流通させてしまえと、うん、はい、まあ、これを我々 X ベルという計量を 3D で表現しているんですけれども、はい、でこの考え方は工場にも適用できるんじゃないかというのが今日の大きなテーマになってきます。いや、これ本当工場側がこういうものを適用できたら最高ですよね。そうです、まさに工場の見える化、はい、分析シミュレーションに使っていけるんじゃないかと。本当そうですね。これもあの自動車の、まあ、設計の製品設計の世界ではもうかなり浸透されている技術でいらっしゃるんですよね。そうですね、まあ、我々あのトヨタの資本が入ってましてですね、はい、あのトヨタ系の起点にして、まあ、自動車業界、それから造船航空機と、はい、で重工業といったところにこういう技術を提供してましてです、ね、はい、まあ、かなり設計上流は随分使われてきたかなというふうに感じています。なるほどですね。これあの視聴者の皆さん、ぜひですね、あのちょっと僕の方であのお伝えしたいのは、これもう本当に車とか、やはりそういったまあ船とかですね、やっぱりその部品点数が多い、しかも異素材のものを組み合わせすり合わせしていくっていう、まあ、ここの中にも出てますけど、しかもそこの工程情報ね、部品情報だけじゃなくて工程情報も含めた、そういったものをまあ車側でもうすごくあの技術として確立したものを、まあ車っていうのはやっぱ部品点数数万点あるものなので、これをすり合わせ組み合わせ作っていくのって、いわゆる工場にそのまんま技術、もっと言ったら工場は車よりも部品点数多いケースもあるし、もっとすり合わせだし、もっとその現場現物だったりするわけですから、まあこの技術を入れない手はないっ
ていうことなんですよね。で僕よくトンビは鷹を生まないって言ってるんですけど、いわゆる工場設備がまあいまいちなのにできた製品だけものすごく、まあグローバルで競争力の高い製品ができるなんてことは当然ありえないわけですから、まずものづくりの本当に根幹である工場をしっかりとこの技術を使ってですね、まあ見える化していきましょうということの、まあ、今回はテーマということでよろしいですよね。はい、はい、特にロボットシステムインテグレーターの皆さんにこの技術をお届けしたいと、まあ、表エンドユーザーの生産技術さんは元よりということですよね。はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは 3D デジタルツインを作るというところからお話をしていきたいんですけども、ここからは大沢さんの方に。はい、当社ではですね、当社というのは図研ですね、はい、図研はつなぐをデザインしています。でどんな分野に行ってるんだということですね。まあ、最初はプリント基板の業界だけだったんですけども、最近ではプラントとかですね、行き始めてます。はい、ということで図研とラティスさんはですね、組み合わせでいろんな商品を作ってきております。それのちょっと一端をですね、今日はご紹介してまいりたいと思います。その前にですね、ケーブルハーネス設計支援事業の環境という形でですね、第5世代がハーネス設計の DX のゴールということでですね、うん、まだ私どもはですね、プリント基板の、まあ、電子セットメーカーのプリント基板の設計環境をですね、ずっとやってきております。これで、まあ、そういう人たちはですね、今第4世代から第5世代にいるんですけども、産業規模におけるこのケーブルはハーネス設計の DX 化ということをですね、うん、実際にお邪魔しますとですねやっぱり第1世代から第2世代というところですね、ようやくオートキャドですとかビジオによる、まあ、2D キャドのトレースからですね、当社のようなハーネスの専用キャドですね、置き換えていただいている最中だということですね。うん、やっぱり立ち位置を明確にしてですね、ゴールを明確にして、DX 化進んでいただきたいなと思っております。で、その当社のですね、主軸の CAD ですね、これ、はい、電気設計 CAD E3 と呼ぶんですけども、これ何が一番受けているかといったところなんですけども、左側の決戦図、いわゆる論理図ですね、はい、これを書いていただくとケーブル仕様ですね、ケーブル一本一本ですね、ケーブル図というのが書かれると思うんですけども、これがなんと自動的に出力できると、もうここが一番受けているところです。なるほど。で真ん中に設計データがですね、データベースがありますので、ケーブル図を変更しても決戦図が自動的に変わっていただけると、まあ、こういった特徴を持っている商品です。こちらと、ラティスさんと一緒に作っております、左側の製品ですね、はい、3D CAD から XV という超 3D の軽量フォーマットに変換しまして、先ほどの E3 からですね、接続情報ですね、うんうん、どことどこがつながってるよという情報をもらいまして、これ WR という製品なんですけども、ワイヤリングルートなんです。超軽量な 3D 空間の中を配線設計をしていただけるというような商品をですね、当社の先進エレクトロニクスの設計環境技術とラティスさんの世界最軽量の 3D 化技術を融合させて作った商品でございます。素晴らしい。あ、はい、そうですね、はい、でもう一つはですね、右に書いてあるのがですね、これプリント基板の事業体の方で作っているものなんですけども、プリント基板の 3D のモックアップをですね、うん、XV 上に表現するといった商品になっています。最近では安全規格検証ですとかですね、静電気の検証、こういったところに、うん、使っていただいております。じゃあそのやりざまですね、どんなふうに設備設計の電気設計が変わっていくのかといったところをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、E3 とスタジオ WR の連携を活用したケーブル設計のイメージをご紹介いたします。まず電気設計 CAD E3 シリーズで回路情報を作成していきます。
各種機器にコネクタを配置、接続していきますが、こちら機器に接続しているケーブル側のコネクタはライブラリの登録情報に基づいて自動生成されますので、間違ったものを選定してしまうことはございません。続けてケーブル図を作成していきますが、こちらは作成した回路情報と連携していますので、ケーブル図用のシンボルが自動で配置されます。ピンや信号名などの情報も半自動で作成可能です。そして長さ情報については現時点ではありませんが、こちらについては XVL 側で算出される情報を後ほど反映していきます。では XVL スタジオ WR に E3 の回路情報をインポートしてみます。すると読み込んだ接続情報が白い線で表示されますので、この線を参考に支点と終点のパートを指示することで簡単にケーブル形状が作成できます。また配線ダクトなどケーブルの経路上にパートがあれば、そのパートを経路の通過点として指示することも可能です。またパートのモデルがなくても経路ガイドと呼ばれる経路指示用の仮想パートを配置することもできますので、指示が難しい 3D 空間上でも意図通りのケーブル経路を作成することができます。そしてケーブルの経路、ケーブル長は自動で算出されます。こちらケーブルの一覧ですが、ご覧のように算出されたケーブル長が表示されています。この情報を XVL 側で出力し E3 へインポートしますと、ご覧のように XVL 側のケーブル長を E3 上に反映することができます。最後に作業指示書の作成についてご紹介いたします。 XVL スタジオでは 3D モデルに組み立て順や指示情報を定義することができますが、それらの情報は Lattice 3D レポーターというソフトを使うことで任意の Excel フォーマット上に自動で出力することができます。多くの情報を含んだ 3D の指示書によって指示を分かりやすく伝えられるようになります。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいですね。あれ実情なんで出てくるんですか？これはあの XVL 上で実際に配線をして、はい、当然配線帳を持ってますんで、はい、それをケーブル図側に返してあげる。あのこ うまく避けてるじゃないですか、はい、あのルートとかその避けるパターンっていうのは、はい、やっぱりその機械図面の方をベースにここがいいだろうっていうのを算出してくれるっていう理解でいいんですかね？まあ、はい、ここを通るとかここは通らないとかいうことを指定していくと、そこを通してくれるんです。なるほど。人がちょっと若干あの気になるところはずらしていくこともできる。あ、そういうことですね。人間の意図もあの当然入っております。はいはい、はい、うん、ケーブルの柔軟性とか R とかってあるじゃないですか、はい、ああいうのも例えば無理なルートを通そうと思うと NG とかなんかそうなんで、その通りですね。曲げ角度を見てますんで、曲げ角度あまり曲げてしまうと切れる可能性がありますので、ワーニングを発するようになっています。なるほど。あれ作業指示書はそのケーブルの製作作業指示書も一緒に出てくるんですか？あ、そうです、その通りですね、はい、あの組み立て手順ともう一つケーブルの手順も全部出てきますので、はい、これで完成なんですね。なるほど、はい、これまあ、 あの多分インテグレーターの方はみんなうーんって言ってると思うんですけど、これ結構やっぱりその最後の作業指示書とケーブル製作使用書に落としていくところって結構大変なんですよね。な、はい、はい、そうなんですよね。ミズみたいなのがそのまま出るってことですよね。そうです、そうです、はい。ですので、まああのそういうメーカーさんによってはこれはあの何ですかね、試作1号機を作る前にケーブルが発注できるということで、はい、まあ、リードタイム短縮、それからまあ線長が上がるということで、まあ、非常に好評を博しているあの商品でございます。いや、おっしゃる通りですね、はい、ありがとうございました、はいはい、でこの製品を工場に転用したっていうのはこれから、うんうん、あの次第になってきます、はい、一つはラジさんのテクノロジーの中に天群データですね、うん、あの天群データを XVL に変換できる、ビームデータも 3D CAD のデータも XVL に変換できるという技術があります。これを使いましてですね、私あの4年前にこの事業をやり始めた時にIoT ブームだったんですね、はい、IoT ブームなんですけども、要は接続関係がわからない、うん、配線図面がないと工場にはですね、まあ、これでなんで IoT ができるんだろうということで、はい、このビジネスをちょっと考えたんですね。なるほど、はい、すいません、ちょっと質問してもいいですか？はい、まあ、これ多分視聴者の方も聞いてる、この 3D CAD ってどれぐらい どのところまで対応可能なんですかね？まあ、市販されてる CAD はほとんど対応できています。市販されてる CAD がほとんど大丈夫、はい、そうです、はい、キャッチア、エレックス、クレオ、ソリドワークス、インベッター、何でも大丈夫ですね。
ありがとうございます。これあのロボットシステムインテグレーターの立場からいくと、実はお客様の設備をお受けするときにこの CAD で図面を書いてほしいっていうふうに、まあ、指定をいただくので社内にいっぱい CAD あるんですよ。だから過去図面っていうことで言ったりとか、これからの仕事っていうことでいくと、実は結構いろんな CAD を持ってるし使ってるんですね、はい、そういう意味ではそれがもう全部対応できるっていうのは非常にありがたいですね。なるほど、はい。でまあ、あの当社としましてはですね、電気CAD屋さんということですね、工場の方にあのシニアのエンジニアの方を派遣しましてですね、リバースエンジニアリングをあのやってあげるというサービスも合わせてやっております。これはあの接続関係がわからない、配線図面が作れないということで、まあ、そういったものをあの作って差し上げるサービスですね、はい、こういったものを合わせて、やっております。これをまあ総称してファクトリーデジタルツインという名前をつけております。でこの間ですね、FA プロダクションさんとちょっと打ち合わせておりましたら、まあ、電源系統、まあ、そういうものじゃなくてネットワーク系統、うん、まあ、こういったところでみんなトラブってるよというのがありまして、はい、いただきましたんで、まあ、当社のお客様の中で一社だけですね、こういったことをやられている事例がございましたんで、あのまとめてまいりました。ありがとうございます。ファーストステップとしてはやっぱりネットワーク情報の登録ですね。このネットワーク機器と機器リスト、フロア図、こういったものを CAD 化しておこうと。これによって何が起きたかというと、トラブル対応で活用 しますということですね。あのアクセスポイントがどこかわからないようなところですね、ハブの位置がわからないとか、まあ、そういったものを追っかける、手段として使っていただいているということですね、まあ、ちょっと CAD としてはゴージャスな使い方ですけども、ね、こういったあの使い方もあるということですね。ご覧いただきたいと思います、はい、それでは DX 取り組みの事例として、ネットワーク情報の DX 構築のデモをご覧いただきます。ここでは工場における構内ネットワークをリバースエンジニアリングし、電気 CAD E3 シリーズによるデジタルデータ化の実施とその活用例についてご紹介いたします。 E3 によるデータ化では、1工場内の全データを1つのファイルとして構築します。まずこちらが全体のネットワーク構成の概要図です。ハブなどの接続関係を表現しています。続いてこちらが各エリア間におけるネットワーク構成を表現した全体図になります。各ネットワーク機器はデータベースで一元管理されているため、異なる図面間でのジャンプといった連携ができることが E3 によるデジタルデータ化のメリットです。こちらは各エリアごとのネットワーク構成を表現した構成図です。こちらが各エリアのネットワーク機器の配置や接続情報を表現したフロア図です。続いて E3 で作成したデータの活用事例をご紹介します。今回は無線 LAN がつながらないといったネットワークトラブルの場合についてです。まずトラブルが発生している箇所を確認し、アクセスポイントを特定します。特定したアクセスポイントの状態を確認し、問題があれば上流の機器を追って原因を調べていきます。E3 のデータには画像をリンクさせることができるので、正常な状態の機器の写真をリンクしておくと確認作業が容易になります。続いてケーブル一覧の出力についてです。 E3 ではデータ内のケーブル情報を Excel 形式で出力することができます。不設備などの情報も出力可能ですので、メンテナンスにもご活用いただけます。続いてケーブル帳の自動算出についてです。まず事前に平面図上に機器のオブジェクトを配置し、ケーブルの経路を定義しておきます。そうすると E3 の構成図で定義された接続情報をもとに、ケーブルを自動配線することができます。自動配線の結果に基づいてケーブル帳が算出されますので、新たに付設するケーブルの長さを事前に確認できます。最後にレイアウトの変更についてご紹介します。レイアウトが変更になった場合は、変更後のフロア図を参照し、設備をドラッグ&ドロップで移動させます。その際、接続関係やケーブル情報などは保持しますので、情報の整合性を保ったまま変更が可能です。以上、 D
DX 取り組みの事例のご紹介でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前にちょっと打ち合わせさせていただいた時のお話で、はいはい、ありがとうございます、はい、うん、どんなところに適用できますですかね。そうですね、はい、結局今 IoT とかデータを取るときになるときにですね、どこのネットワークを使えばいいのかとか、どこにつながっているのとか、特に OT 領域の周りですね、まあ、セキュリティとかも出てくると思いますけども、はい、この設備はどこにつながってんのっていうのは結局今は追わないといけないので、はいはい、でそういったところで、まあ、使っていただきながら、で入れた後に必ずトラブったりするんですので、はい、先ほどありましたけども、はい、やっぱトラブったとき、まあ、結局ハブが一番壊れてるっていうケースがやっぱ多かったりしますので、どこにハブがあるのというところも図面で分かるとなると、すぐダウンタイムも短くなるということもできるのかなと思ってます。なるほど。ちなみにこれって先ほど 3D の CAD データと組み合わせて高さ方向で、はい、配管とか上の方にあるよとか、はい、ああいうのも全部分かる感じになるんですかね。3D CAD で天狗データを取っていただければそういったのができますし、今二次元の中でもですね、うん、高さを持てる部品を配置していただくと、例えばそこを通ると3メートルプラスしろよといったことで、二次元でも高さ情報を持つこともできます。うん、最近では面白いところでいくとですね、病院の SIR さんからもこういうような引き合いがあるんですね、はい、病院の機器類もランニングでいっぱいぶら下がってるらしいんで、確かに、まあ、工場と一緒ですね、ここら辺はですね、はい、まあ、適用領域がどんどん広がるというところですね、はい、うん、いやもうこれからは多分こういったのって増えることあっても減ることがないので、ね、もう確実にやっぱりデータが工場の能力を左右しますから、はい、こういった整理をしておかないと、多分場当たり的にやっちゃうと本当になんか温泉の建て増し旅館みたくなって、もうなんかわけわからんみたいになっちゃう、はい、結局 IP アドレスが設定するんですけど、どこか被ってて勝手に使われてるとか。なるほど。実際トラブルってそういうなんかもう、うん、っていうところにあるよね。ちょっとしたことなんですよね。はい。まあもうこういったものが入ってくるともう全然変わるなと、うん、はい。工場のデジタル化も非常に大事なわけですね。いやもうめちゃくちゃ大事なんですけど、現実界とすると先ほどのまさに第一世代から第二世代に変わるぐらいっていうところがもうおっしゃる通りだと思いますね。はい。それでは2番目のトピックのデジタルすり合わせというところで、VR だとか天狗の扱いをちょっとご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。我々もともと製品系の CAD をやってましたので、製品系のデータが多いんですけども、はい、まあ、特にトヨタグループで非常によく使われているんですが、設計の検証はこうああいう車全体3万点を入れた後、はい、全部品管の干渉計算をしたりとかですね、はい、隙間の検出をするという検証をしたり、あるいは右側の方は今度は生産技術の分野ですけれども、本当に人が入って、組み立てられるのかという検証をしたりというふうな形で使われてきました、はいはい、ただこの人の入ったところはですね、非常にこう面倒くさいと、デジタルヒューマンというのを定義できるんですけども、はい、こんな姿勢をいちいち取ってらんないということで、はい、じゃあ VR でやりましょうかということをやりました、はい、で VR ってなかなかこう使われてなくてですね、なんで使われてないかというと、準備が、データの準備が面倒くさいんですね。エクスペルってもう設計で全部整備されてますから、はい、それをもう立ち上げたらすぐこういう3万台の車、部品の車が見えるという形になるわけですね。そこに人が入り込んでですね、はい、ちゃんと工具が届くのかとかですね、はい、姿勢はいいのかといったようなことを確認できるという仕組みを作りました。これ、まあ、設備も本当はこうなるべきなんですけどね。はい。特にですね、現場の人はですね、設計にまで文句言いなかった、はい、で設計者をこの呼び出してですね、まあ、これやってみろと、はい、これできないだろうということで、設計に対して文句言えるんだったというふうに言ってましたね。なるほど。いやでもおっしゃる通りです、生産設備も同じですよ。こんな姿勢無理だとか、はい、こんな風なのできないだろうとか、実際手入んないだろうとか、いろんなことが後から出てきて直すっていうケースすごく多いので、はい。確かに車も一緒なんですね。この作業できないだろうと。で図面上では成立しちゃうってよくありますもんね。そうなんですね。はい、そこで OKY って言葉聞いたんですけど、はい、お前ここに来てやってみろと。あ、なるほど。なるほど。これ生産設備でも図面上成立するんですけど、実際部品組み立ててみようと思うと本当手が入んないか作れないとか、はい、そういうその作業性が入ってなかったりとか、メンテナンス性が考慮されてないってことはもう多々ありますよ、はい、そうですね、順番が違うだけでもう組み付けれないとか全然ありますし、はい、
OKY ですね。これ一個いいですか、質問。はい、なんかこう VR いいなと思うんですけど、やっぱ VR って作るときに、なんか VR だけでまた CAD 作んなきゃいけないのかなって思っちゃう人は結構いると思うんですけど、これはなんか先ほどの、これは準備ですというのが一番の特徴になってまして、設計検証するときに XBL って必ずこうアセンブリーコードを作るんですね。はい、車が1台もそこにある。めちゃくちゃ欲しいね。そこをあの我々ソフトを立ち上げたらもうそのまま VR 被ればいい。そういうことなんですよね。そういう仕組みです。だから普段で使っている設計データの 3D データとかあるので、はい、それを VR でつなぐだけでもうできちゃうよっていうことなんですね。はいはい、この導入なんかめちゃめちゃ簡単になるってことなんですね、これ。そうですね。で実際製品は今度組み立て工程もやる作るもんですから、自分の組み立て工程を再現しようと、その場面に飛んでそこで自分が入って作業する。いうこともできるようになってるんですね。なるほどなるほど。製品だとそういう形になるけど、工程で作っちゃうと、はい、そうですね、組み立てのあれが全部わかるよってこと。なるほど。で、ただですね、工場とか行きますとデータないんだと、そういったものというケースが非常に多いので、天群データですね、3D 計測器でスキャンして出すというふうなことをやってます。あと、VR の先に MR とミックストリアリティという技術がありまして、それは自分の手とかを、本当は自分の手を再現するんですが、それは派手は非常に高価なんですね。はい、安い 機材を使いまして、はい、自分の手を CG で見せてくれるんです、ね。そうすると、自分の手 で実際の大きさだとか距離感が感じられるということで、非常にこれはいいねという評価を受けています。うん、なるほど。今まで MR を切って1000万と2000万とかしたんですけど、はい、このハードウェア2万とか3万とかそういう感じなんですね。コストやっぱ下がってきてるんですね。どんどん下がってますね。なるほど。これも天群データも結構すぐ取れるんですよね。そうですね。また天群は若干の方が言いましてですね、はい、何箇所かで取って、見えないところもあるので、はい、合成するというのがやっぱり必要なんですね。はい、まあ、とはいえやっぱりこれ現場ってどんどん改善されていっちゃうんで、現場現物でちゃんとスキャンしないと、図面ベースだともう全然そんなバリアみたいなのがありますからね。そうなんですね。はい、よく置かれてるやつですよね、ジグとかああいう部品とかに載ってないですから。そうですね。いやこれもすごいいい技術ね。ありがとうございます。まあ、これは同じようなものをラティさんの仕様ですね。車が多いんです。 VR を紹介します。工場で使えるようになります。なるほどなるほど。まあ、あくまで今回ターゲットは工場ですからね。利用者の視点でデータが表示されます。はい、うん、コントローラーを操作することで移動できますので、自宅や会議室など狭いスペースでも広い工場を再現でき、デザインレビューや作業環境の検証を行うことができます。こちら天群データ上に設計した機器の 3D モデルを配置しています。そうすることで、例えばケーブルを取り外す際に人が通れるスペースが手を入れて作業を行うことができるかといった確認を作業者の視点で、かつ設計段階で行えるようになります。後工程で見つかっている発見につながります。また VR を使用した検証のメリットは、作業者視点での確認の他にもございます。足元などの低い場所や逆に手の届かないような高い場所など、現場では確認しづらいあらゆる箇所をによる操作で簡単に確認できるというのも VR の大きなメリットとなります。こんな風にですね、リモートな工場で工場を検証できると、うんうん、なところがメリットになっています。トリアさんがおっしゃってもコンビレスっていうのはもう非常に楽です。これ、うん、もうゴーグルかけるだけで設定できますので、まあ、非常に便利。確かに、はい、これ複数人で VR 同時に見たりもできたりするんですか？ DR みたいな感じで。はいはい、ベテランが新人の作業をチェックするみたいなこともできます。はい、あ、そうなんですね。ここだぞみたいなこともできちゃうわけですね。実機レスで。それいいですね。準備レス実機レスで、ベテランから、まあ、いわゆるその新人さんへの技術のそういった指導までできると。しかも出張レスです。出張レスで。お互い家にいるみたいな。そういうことか。すごい時代ですね、これも。なるほど。ぜひやってみたいですね、これ。で、まあ、これで、まあ、我々 DX やりたいと思ってるんですけど、まあ、これまでバーチャル検証やってましたと。はい、で、ただ現物検証絶対残ってるんですね。はい、特にこう人が関わる部分で、うん、作業姿勢だとか、模試だとか、視認性とか、
いうところは絶対にこう人がやっていましたと、はい、あとデジタル検証ってなかなかあの現場の受験者参加したがらない、うん、何が IT だとか何が 3D だとかということでなかなか参加していただけないというのがありましてですね、人の問題をなるべくこう VR でやると、はい、で実は先ほどの VR にもう一つモードがありまして、はい、あの熟練者は何もしないでいいよモードってありましてですね、はい、あのエクスペルの専任のオペレーターがチャカチャカチャカチャオペレーションして、はい、まあ、そこで断面切ってみろと、そこ見せろと言うと、はい、こうやって見てもダメだなみたいなところで、はい、あの検証だけをやれるようなモードもあります。あー、なるほど、もうチェックだけで結構ですみたいな、ね、なるほどなるほど、もうこの仕組みをちゃんと理解して動かすところまでいかなくていいと。そうです。なるほどなるほど、物を体験だけしてくれというものがありまして、はい、まあ、そんな形でやってくればですね、うん、最後のこの現物検証というのがかなり短くなって、はい、コントローディングができるんじゃないかというふうに思ってます、はい、なるほど。で、あのこの技術を使いまして、あの当社の工場の見える化ということで去年までやってたんですけども、はい、工場の見える化というと、まあ、稼働状態の見える化っていって IoT の話も、まあ、当社に来るようになりましてですね、はい、まあ、そういったことでなくもうちょっと鋭角的にお客さんの何ですかね、はい、あの心をえぐるようなあのシミュレーションをしたいなということで、うん、これ今期からなんですけどね、4月から 3D 工事計画シミュレーションという形でですね、あの市場に打って出ましたので、非常に引き合いがあのよく、まあ、分かりやすいということですね、はい、こちらの方もちょっと見ていただければ。あ、もうぜひぜひ、はい、天群エンジニアリングを活用した工事計画シミュレーションについてご紹介いたします。ここでは設備の入れ替え工事計画を例に説明いたします。まず、動線上の設備を先に待機させます。どのような順番で移動させればよいか検討する段階です。完了したら、撤去予定の設備を搬出します。動線のスペース等を考慮しながら検討していきます。続いて新規設備の搬入です。ここではフォークリフトの移動経路を確認しています。注意が必要な箇所をデータ上で事前に把握することができます。搬入後は設置の検討を行います。仮置きの状態からジャッキで持ち上げ設置までをデータ上で検討し、課題の洗い出しを行っていきます。待機していた設備を元に戻します。このようにデータ上で工事を再現し、課題点や妥当性を検証することで最適な工事計画の立案が可能になります。またケーブルを生成している場合、配線工事についても可能です。ケーブルごとに接続先の機器、通過するケーブルトレイの順番を指示し、最終的なつなぎ先までの計画を作成することができます。最後に作成したデータをもとに工事計画書を出力します。こちらにはラティステクノロジー社のラティス 3D レポートを Excel 形式で出力します。 Excel ですのでタブレットなどで気軽に持ち出すことができ、工事計画と該当作業のリンクに基づいた確認で 3D モデルを動かしたりと様々なシーンです。以上、工事計画書の紹介でした。ありがとうございます。わ、いいですね。あ、これ一番最初のところの天群データですね。はい、そうですね。はい、この天群データ技術的に一つポイントは、天群データなんですけど、天群データじゃなくて、どういうことですか、モデルとは呼んでるんですけど、天群データっていうと、あの一つの大きな塊になった、ただの 3D の塊ですね。はい、これ天群モデルなので、3D 構造といいますか、構成状態ですよ。なるほど。切り離したりできる。取り出して、この分だけ取り出して、ということができるようにしてある。なと思ってたんですよね。天群どうできるんだと思って、そういう仕組みだ。天群モデル。なるほど。と思ったら、どうご依頼したどうご依頼したらいいか。はい、サービスありまして、ね、あの当社に言っていただければ、はい、全て手配、あ、なるほどなるほど。さっき の、 あのリバースエンジニアリングサービスと同じぐらい、ね、はい、そうです。もうあの、はい、天群モデル作成サービスもあると。そうです。はい、現物を読んでもうチャカ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 あのモデル化してくれますから、はい、なるほど、もう最高ですね。はい、はい、全然今のやつって、はい、車の業界さんとか現場の工事入る業者さんとかで行くと、やっぱりかなり有効ですよね。入るときに
工事計画書とか、はい、何時から何時何するのとか、あと KY シートみたいなのも書いたりしますので、そうなんですね、そういったものってこういうので全部きっちり出せるっていうので、そうですね、ユーザーさん側からもするとね、あのかなり、あ、これの通りでやってくれるんだったら全然安心だよね。はい、ですからこういったものを入れられると、ね、その SI 屋さん含めてですね、受注率が上がると、そういうことですよね。って工事前に見えますからね。そういうことです、ね、はい、一つ上がるとこう朝8時に工場必ず動かせと、はい、土日のうちに工場を終えとけと、はい、いうことが条件になりますから、はい、その前にも全部シミュレーション終わってると必ずできるよねというのが安心感がありますね、はい、そうです、確かに、はい、なるほど、はい、もう採用しない手はないですね、はい、そうですね、ぜひぜひ。で、3番目のトピックでですね、あのデジタルで現場力を引き出そうというところをちょっとご紹介したいと思います。こちらはですね、まあ、製造業、まあ、アナログものづくりというところの、まあ、DX と妨げる3枠というので、まあ、どこでも同じ状況ではないかと思うんですけど、うん、これ特に設計がせっかく CAD で3次元で設計してもですね、最後図面になっちゃう。はい、で図面になって帳票になる過程でですね、何回も何回も転記していると、あちこちで同じもの情報を写し取っていると、で紙で情報が流通して、しかも転記してますから、あちこちで間違えちゃったりですね、誤解しちゃったりして、うん、いうことでまた手戻りが発生するという、 こう無駄が非常に多いんじゃないかと思っています。で我々はこれを3次元でですね、全部一気通貫しようというふうに考えてまして、でそうすると、まあ、3次元CADから情報を自動的に生成をしてですね、 3D でデジタルで配信をして、でしかも後工程の人もですね、3次元でこう確認ができると、うん、測って寸法も見えると、断面も見えるというふうな形で正確な情報流通を引き出そうというようなことをやっております。でそのためにこう作ったのがですね、Web3D という技術なんですが、はい、あの先ほどの CAD から作った XBL データをですね、タブレットやスマホで全部こう見えるようにできるんですね。で当然アニメーションですとか、いろんな構成情報とも紐付けて見ることができますので、まあ、ここはあの今 5G の時代が来てるじゃないですか、はい、その圧倒的にこうネットワーク太くなると、そこに 3D も流してしまえと、うん、そうするとやっぱり3次元で非常に分かりやすいですので、まあ、情報の起点として非常にこう有効なんじゃないかなというふうに感じております、まあ、ユーザー数が劇的に増えるわけですね、うん、なるほど。で実際に使っている例がこれになるんですけども、はい、金型工場の図面レス工場ってもともとはこの左側の図面を見てたわけです、はい、非常に複雑回帰でもうよくわからないという状況だったわけですけれども、今はこう3次元モデルで iPad で見えると、うん、で右側側の金型の工程管理システムでそれをどんどん辿っていくと XBL モデル3次元モデルが見えると、うんうん、これ CAD 側で設定した3次元モデルと、あの寸法情報だとかですね、属性情報も全部見えるようになってまして、うん、それを目の前の金型と照らし合わせながら作業していくということができるようになっている。なるほど。でもともとこの工場ではですね、納期を10分の1以下にして、はい、中国の金型メーカーと戦うぞということでやってきたわけですけれども、はい、なるほど、デジタル一気通貫ということで、はい、まあ、かなり成果を上げられたと。なるほど、もう納期。そうですね。ああ、すごい、うん、去年のものづくり白書にちょうどこう載ってますね、はい、なるほど、うん、いやでもやっぱりこういった導入をそういうことができるってことですもんね。うん、そうなんですね、はい。これはすごい、もう絶対やった方がいいですよね。うんうん、あとですね、あの製品メーカーさんとはですね、こういったものを今度サービス、あの工場での組み立て手順書なんかにもタブレット、スマホを使えるんじゃないかということになってます、はい。なるほど。それから右上にありますけど、あの 3D の図面ですね。うん、あの寸法等も渡るんですけど、そこで計測することもできるようになってまして。うん、特にあの XBL の場合、局面データを持ってますので、こう見てるのはポリゴンの情報なんですが、はい、サーバー側に局面情報を持っていってですね、正確にあの円の半径ですとか、はい、局面情報から計測をして取り、あの計測するということも可能になっています。なるほど。でご覧いただいてますようにですね、あの製品メーカーさんではもう一部始まってるんですけども、はい、IoT 情報とこう連携してですね、どこが故障したといったら、そういう故障箇所のマニュアルを作る。うん、示すというようなことをまでやってまして、まあ、このあたりは工場のメンテナンス上も非常に有効な技術になってくるんじゃないかなというふうに考えています。
いやその通りですね、僕らもメンテナンスビジネスって結構やらせてもらってるんですけど、初めて見る設備とか初めて見る装置とかっていうともう情報が全くないんですよね。でもこういうものがあるとやっぱ全然違いますよね。なるほど、これはやっぱりこれからの工場っていうのはこういうデータを揃えておかないと、多分外部のまあ、まとまったそういったメンテナンスサービス会社に依頼する時とかにもやっぱり復旧のスピードとか修理の正確性全く変わってきちゃいますよね。はい、そういうことですよね。だから自社で使う、はい、作ってるものもこれできるし、逆に装置メーカーさんとかがこういうのに対応しておけば、そうそう、だから装置メーカーに、うん、そうもう指示をして、うちに工場にいる設備はもう全部こういうデータとセットで入れろっていう、デジタルといわゆる、はい、まあ、リアルっていうものをセットで納品させるっていうのが当たり前の時代にまあならないと、そうですよね、うん、これはやっぱなかなかやっぱ加速しないですよね。我々のお客さんでもこの大量生産するところではすぐ作り方慣れちゃうので、うん、いらないよって言われたんです、はい、むしろ一品物を作っているところ、うん、まあ、工場なんかもそうだと思うんですけど、はい、初めて作るものっていうのはやっぱりこういうのが非常に有効な技術になって、はい、そういうことですね。だからこうプリンターとか の、 製装置版みたいな感じのイメージですよね、感覚で言うと。これ面白いですね。はい、あとはこの先に来るのはこの AR の技術でして、うんうんうん、まあ、現場にちょっと 見にくいんですけど、複雑な3次元形状を置いてタブレットで見ると、はい、で確かにこの現場に置けるよねということを確認しているというものですね、うん、なるほど。今ラッチさんの AR 開発中なのでですね、はい、まあ、取り急ぎ我々もメンテナンスの何ですか、工場のメンテナンスで役立つ AR ということですね。ちょっと他社製品なんですけども、はい、まあ、デモがありますのでちょっとご覧いただいて、うん、これは後ほどですね、まあ、ラッチさんの AR に乗せ替える予定でもあります。はいはいはい、弊社ではさらに AR 拡張現実を活用した電気図面の見える化も計画しております。例えばある機器をタブレットで撮影しますと、こちらポイントオブインタレスト、ポイと呼ばれる情報を登録している場所が表示されます。このポイには様々な情報を登録できます。また端末をかざすだけで情報が確認できるため、専門知識の少ない方でも設備の状況を把握しやすくなります。例えばこちらポイから E3 の電気図面を参照しています。現場にいながら関連する図面をすぐに確認できるため、問題の早期発見につながります。こちらは直近の保守履歴ですね。端末一つで素早く参照できるようにすることで、書類を探す手間が省け、保守作業の効率化が図れます。またご覧のように、確認しておきたい設備の接続先なども登録することができます。AR を活用し、工場や設備の見える化を進めていくことで、技術者の経験や勘に左右されない正確な状況の把握ができるようになります。さらに将来的にはケーブルにもポイを登録し、関連する回路図や接続図の情報へダイレクトにリンクできるような機能も検討しているところです。はい、メンテナンスマンの課題ということでですね、うん、まあ、工場における配線と配管が特定できないと、うん、どれを直したらいいかわからないということで、こういった商品をちょっと作ってみました。はい、これも当然設計側でですね、当社のCADデータにしていただかないとこ光らないんですけども、はい、まあ、それさえやっていただければメンテナンスが非常に効率よくなるというような、うんうん、まあ、DX のいい事例じゃないかなと思っております。うん、はい、そうですね、少なくとも新設工場はこれ入れた方がいいと思いますし、はい、あるいはそのなんかプロジェクトが立ち上がって本当にちょっと DX やろうかなっていう時にはこういうのって既存工場さんでも絶対入れといた方がいいですよね。はい、結構工場の中行くとやっぱ中継ボックスみたいなよくわかんないボックスみたいないっぱいあるんですよね。はい、やっぱああいうものもちゃんと図面化してこういうのにしておくことで、これ何なのとでパッて見た時にはここでつながってるのねっていうケースもあれば、逆に言えば下側の設備から見てこっちにつながってるんだっていうのがまあちゃんとわかるっていうことなんですよね。はい、便利。これちなみにショールームみたいなものってどっかにあったりするんですか、体感体験できる場所とかって。
デジタルなもんですから、はい、ウェブで全ての商品をお見せできますので。ウェブでね。なるほど、なるほど。行かなくて大丈夫よと。はい、そうです。なるほど。確かにおっしゃる通りですね。まあ、我々も出張したいんですけども、はあ、出張レッスンですから、なるほど、まあ、ウェブの地で見ていただいて、いや最高ですね、はあ、いやもうこの商品僕が欲しくなっちゃってもう明日持ってきますので、はあ、もう本当にこれでも本当あの導入したらなんかすごくイメージ、さっきそのいわゆるそのなんていうか価格競争じゃなくてやっぱり付加価値を提供できたりとか、まあ、これお客様側もそうだと思うんですけど、やっぱりこういった分かりやすい内容で提案をされないと蓋を開けてみたら違ったじゃないかとか手戻りしちゃうみたいなことがやっぱ現実から今起きてると思うんですよね。やっぱこういうことをしっかりとやっぱ一歩ずつ進めていかないと、いつまで経ってもそのまあいわゆる現場現物で現場行きましょうっていうデータは全部現場にしかないみたいな、まあここからやっぱ脱却しないとダメですよね。そうですね、はい、その通りですね。はい、ましてや日本は僕は本当ものづくり、これまあ僕なんか繰り返し毎回言っちゃうんですけど、 DX の話題になるとせっかくすり合わせのノウハウを持ってるわけですから、これをデジタル化するから価値があるわけであって、そうですね、ノウハウをそもそも持ってない国は別にデジタル化もできないわけですから、そうですね、今ノウハウがやっぱり現場にあるうちにやっぱりこれを集約してというかまあ DX 化して、はい、まあ、現場現物じゃなくてもできるっていう一番冒頭にいただいたあのテーマに早くしたいですよね。ちょうど、ね、今天野さんが言われたことは、僕たちは、電気セットメーカー の、 その電気設計の領域で15年ぐらい前からやり始めてるんですね、はいはい、これやっぱり15年20年前はですね、やっぱり、どんどんその電気設計者が減っていく、老齢化していく、はい、新しい製品を作れなくなっていく、うん、もうそういった中でやっぱりノウハウをですね、何か残さなきゃいけないというですね、はい、図形にも、うん、まあ、そういうお話を結構いただいたんですね、はい、で初めはまあインタビューをしてですね、はい、あなたのノウハウを教えてくださいっていうね、はい、まあ、俺のノウハウは何だと、はい、まあ、分からないわけなんですね。なるほどなるほど。それでどうしたかというと CAD の中に押し込めたんです、はいはい、電気 CAD の中に設計者のノウハウをどん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 押し込めていって、はいはい、これを使えば、まあ、若手の設計者でもまあ、単純に言うと A から B 地点に引けば、はい、まあ、つなげば、まあ、論理が成り立つというです、ね、はい、CAD に仕上げてたんですね、はい、これは大変喜ばれた点もありますけども、はい、まあ、お客様の経営者の方からは、はい、設計者がバカになったと、はい、いうことをお叱りも受けたという。あ、いや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 そんな全然やっぱり人のですね、やっぱりその何て言うんですかね、拡張機能ですから、はい、やっぱツールは全て人の能力を、まあ、補完していくところからスタートしているはずなので、はいはい、まあ、もう最近ね、まあ、スマホなんかそういう例で言ったら、ね、スマホなかったら何にも決済もできない、どこにも出かけられない、はい、もうコミュニケーションも取れないっていう世界なんで、いやでも素晴らしいですよね。こちらの先ほどの天野さんの話を聞いて感じたのが、去年 の緊急事態宣言の時あるじゃないですか、はい、あの時まあ、我々のお客様から製品を貸してほしいっていう問い合わせがたくさん来たんですね、はい、それはどういうことかというと、会社にはあるんですけど、はい、自宅で仕事をするので、はい、自宅で作業したいんで、はい、製品を自宅用に貸し出してほしいということで、はい、たくさん貸し出ししたんですけど、はい、それは何が起こってるのかなと思ったら、はい、まあ、先ほどの 3D デジタルスイン、はい、うちに持って帰ってる、はい、でうちで作業してると、はい、でそこで他のメンバーとコラボレーションしてると、はい、すり合わせしてると、はい、いう世界が実際に始まったなと、うん、コロナの。いや本当そうですね、これも僕らもまあなんかその僕らも物生産設備作ってるので、やっぱコロナ禍においてもやっぱり物作りはいかないとダメでしょって鼻からちょっと決め込んでたところがあって、まあ確かにネジ締めたり配線したりっていうことはいかないとダメですけど、そのギリギリまでの段階をまあいわゆるデジタルでバーチャルでやれるっていうのはもう革新的ですね。そうなんですね。はい、もうぜひ僕ちょっとこれ本気で検討しちゃいますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。もうこれ見ていただいた方はもうめちゃめちゃ多分一気に問い合わせ増えるんじゃないかなということを願いつつで、これみんなで入れないと意味ないですからね、はい、どっかだけが入ってたって全然つながらないので、はい、いや本当今日はもう貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。僕が盛り上がっちゃってすみません。ありがとうございます。はい、でも本当ですね、これぜひ皆さん資料をアンケート入れてもらえたら資料がダウンロードできるんですよね。はい、もうぜひぜひこれね入れて資料まずはね見てもらいたいなというふうに思います。はい、はい、
で、あとあのこれ励みになりますので、あのいいねって高評価とね、チャンネル登録の方はもちろんよろしくお願いいたします。はい、もうこういったもう素敵な情報どんどん伝えていきますんでよろしくお願いします。はい、じゃああとは次回予告もしちゃおうかな。はい、はい、それでは次回予告に参ります。はい、次回はですね、6月8日はお休みをいただきまして、6月の15日に第23回を開催いたしますので、詳細決まり次第メールにてご案内差し上げます。よろしくお願いいたします。はい、本日もあっという間でしたね。まあっという間すぎてはい、もうあのワクワクしちゃいました。やっぱりもう 3D はいいですね、本当に分かりやすいし、はい、みんなで DX、 あのものづくりのね、はい、DX 加速させていきましょうというところで、はい、みんなまた見てね。